い、ついにあの光マンが、うわ懐かしい、331 4.1kg だ、バグ来た来た来たっていうか、配達先地図では見えなかった。はい、ということできっちり300円、めっちゃ太ってる、え、やばいやばいやばい、なんかめっちゃ遠回りしてるやつみたいになってる。まああと11件、まあ今日こんぐらいでいいか。もうもうなんか、はい、どうも光マンです。今回はこの前の続き、スーパーインセンティブ6000円めがけてあと11件やっていきたいと思います。お願いしよう。これなんかマスクつけてませんでもう開始できるっぽいですね。多分そうした状態だったら、その時にお店の人とかにマスクつけてませんでしたみたいな言われたら、多分赤手にならない可能性ありますよね。だって赤手になってる人ってつけてますに押してんのにつけてなかった報告されてるわけだから、元からつけてませんってやってれば大丈夫な気がする。だからマスクつけないと絶対配達できないわけではないっぽいですね、ウーバーイーツの場合は。ブーストがついてますけど全く意味ないですねこれね。あったあったあった。6.4kg、あ結構なるね、 3.6kg、 拒否。まあやっぱりね、ピックドロップら合わせて 2kg 以内がいいですね。土曜日です、今なりますね、なる。 3.9 拒否。はい、これで3回拒否したんで多分干されますな。今すぐ、え、更新はしとこう。あとね、ちょっと今日試したいことがあるんですよね。以前からあった謎のナビ機能あるんですよ。でそれを今まではただのナビ、ここに目的地を設定してなんかルートが表示されるみたい なんか謎のナビ機能があったんですけど、その目的地に配達する案件がなんか来やすいみたいな可能性がねちょっとあるっぽくて、それを試したいんですよね。はい、ということで3拒否したんで干されてる可能性あります。でも今のナビだったら、あの多分配達に足りてない感じのナビだったから多分すぐ鳴ると思う。やっと鳴ってる。結構干されてたよ。ないの、何これ。まあでもっていうか、なんか全然減らないんだけど、モスバーガーまでが遠いけど、まあ3キロそんな遠くない。ただ行きません。厳選していく。いや結構干された。10分、ちょうど10分か。ちょっと帰りたくなってきたな。もうなりました、なってます。お、来たぜ来たぜ、これを待ってたぜ。ピックドロップ合わせて800m、 300円だけど行きます。もうね、インセンティブのことしか考えてない。早く終わらせることしか考えてない。金なんてどうでもいい。クエストクリア一筋。よしよし、これを11回繰り返して終了だ。全然面白くねえ動画だった。ピー、行きましょう。はい、グッドスタート。はい、近い。うわ、めっちゃ近い。引くほど近い。あ、そう、なんかね、やっぱピックドロップ重ねるとどっかのタイミングで地図の固定が外れるみたいですね。だからそういうコメントがね何件か来たんで、だからバグじゃなかったのかなっていう、あれは。ということでもう到着ですね。はい、というわけで、5件クリアしたので特別インセンティブ、1段階目の1500円獲得。これで帰れますね。明日はね雨予報なんで、今日中にあと10件終わらせたいんですよね。まずここ、ここかな、あれわかんねえわ。あった、全然ならねえと思ってやろうと思ったら、あ、1.5、はい、行きます。
ということでね、7時台1件でした。いや最低時間2件は鳴らしたいんだよね。グッドグッドスタート。はい、オッケー。ていうか、さっきのナビ機能あれなくなってましたね。更新したらなくなったのか、元からなかったのか、それとも人それぞれ実験的にやってるのか、それともバグでないのか、それとも Android と iPhone で違うのか分かんないですけど、なかったです。サーチ機能とかやっぱあれば相当いいですよね。無駄なキャンセルとか拒否がなくなるから、ピックドロップ合わせて3キロ以内のやつしか来ないようにするとか、そういうのもできればいいよな。なんか新システムでさ、急がなくても良くなったみたいな言われてるけど、そんな変わんないんだよね。相当遅く行かないと容器上がんないから、だったらいつも通りちょっと急ぎ目で行って件数稼ぐ方が、いいのかなっていう、なんか幅があるんだよね。あ、鳴ってる鳴ってる。300円。お、2.1キロ。これは行く。これだって、あ、マックか。これマックジュズはでかい。これ、あ、分かってらっしゃる。みんなあのバス運転手くらいね、なってくれれば変わるんだけどね。みんな譲り合い、どちらも譲り合いの精神働いて、今の一番いい状態ですよね。戻ります。でも結構早めに数珠ったから、もしかしたら時間かかってると捉えられて料金上がる可能性ありますけどね。まあでも料金上がるまでの幅が結構あるんですよ。いや、ちょっとぐらい遅れたからってすぐ上がるわけじゃなくて、ある程度のラインを超えるぐらい遅れないと上がり出さないから、このちょっと数珠ったぐらいじゃね、300円のままな気がするんだよね。今ね、今日 C30 っていうのは使ってる。はいはい、やっぱできてました。スタート。あ、また戻る。いや、やっぱ順番通り作ってくれるだけで全然問題ないからね。なんか Uber の注文だけ後回しに作ったり、そういうのしない限りも全然いいから。別に俺たちはなんか TikTok でもね、多分おそらく Mac 店員であろう人たちがいっぱいアンチコメ来たんだけど、そんなせかされても Uber だけ早く作れなんてできませんからみたいな。いや、そういうこと言ってるんじゃないっていうね。順番通りに作ってくれれば全然問題ないですよっていう。そこにできてて、もう渡すだけなのに、なんかもう鹿としてトレー拭いてるみたいな、超雑用してるみたいな、そういうのを言ってんだけど、やっぱ自意識過剰なのか被害妄想が強いのか。あ、なんか来たよ。あ、マック最強じゃねえか。なんか結構アンチコメ来るんだよ。新人スタッフで分からないんだったら、分かる人スタッフ呼んでくれるっていうか、まあ伝えてくれれば全然問題ないから。こっちは来てるのが伝わってなくて、できてるのに無駄に待たされるみたいな、それを恐れてるだけだから、ただ伝えてくれれば何の問題もないんだよ。いや、なんかいきなりめっちゃ鳴ってるな。新システムになって300円均一になってから配達員減ったのかな。それが土曜でただ鳴ってるだけなのか。配達員見ないんだよね。土日だったらやっぱこの時間マックに配達員結構周辺いるはずなのに、全然配達員見ないからね。あ、マック、すげえ鳴るな。マック、ありがとう。これ絶対すぐ終わりそう。てか今確認したら地図のロックが外れてたな。なんか外れる原因があるんだよね。押さずに勝手に外れちゃう原因。後ろから圧がすごいな。この収集車ね、やっぱね、仕事車だと結構やばい運転が多いんだよね。やっぱタクシーもそうだけど、早く走れば走るほど稼げる仕事、そういう車はね気をつけた方がいい、まあ、もちろん配達員も例外じゃない。ピーグッドスタート。近い。タイミング悪いな。こうなった。マックすごい。これもういいぞ。シンプルにいいぞ。多分これ配達員相当少なくなってるよ。いや、なんか高校生多いんだよな。今日土曜だろ。もう関係なくなってんのかな、コロナで。土曜出勤
当たり前みたいな。どうも、ヨバイツです。4C6、はい、お願いします。ゲット、スタート、スタート。はい。あ、というか、配達先さっきから全然取ってなかったな。なんか、さっきピックの時に2回もマジで引かれそうになる人見ちゃったな。危ないね。ここ危ないんだよマジで。1通ぐらいかませないのにどっちからも来れるから。しかもめっちゃ四角。さすがにもう譲らないかな。ていうかこの8時台、今ちょうど9時になりましたけど、この8時台5件だぞ。やばくないか。これ完了してまさかの1時間でスーパーインセンティブレベル2 10件クリア。この調子でいけばあと5件めっちゃ楽だね。さあどうなるか。